る、スイーターは、はい、大学生の時なんかデビューしたんだっけ。高校卒業と同時ぐらいですかね。その時初めてアニメのレギュラーが決まって、うん、で予備校に行きながらアニメ撮ってました。予備校に行きながら、はい、大学は行きたかったので、うん、なんとか両方できないかなと思って、うんうん、で親も役者って、うんって言っても全く分かってくれなかったので、うんうんうん、僕は進学するものだと今でも思い込んでるっていうえ今でも今っておかしいだろ。学校は卒業した後に何してるか父親は未だに分かってないんですよ。ああ、うん、なんかこうこの子にしてこのその親ありっていうか逆なんだけどさ、ああそういう杉田家ってどういううちなんですか。杉田家は公務員家系ですね。固いんですよ。公務員だから急になぜこんなのが生まれたんだ。なぜになんですよ。だからおかしいんですよだからええ、いやいやいや、あれ兄弟もいいんだっけ。兄弟は上に兄がいます。お兄ちゃんも好きなの割と。あんちゃんはどっちかというと音楽の方に行った人ですね、うん、だから急に芸術っぽいのに目覚めちゃってて子供の代から、うんうん、おかしいなっていう、うんうんうん、な感じがあります。え、声優になりたいと思ったらいつなのか。でも意識したのはもう小学校の時からですよ。え、例えばあの上藤田くんって言ってるのとこの後特会員が見たものはっていうのがあ同じ声じゃねこれっていうあ、うん、うん、そうだね、うん、あと一輝とヒュンケルと剣桃太郎同じ声だみたいなことをこう自分の中でこう発見するのが逆に嬉しかったりして。小学校の頃から。小学校の時、あで、あの花金データ何がしっていうので、うんうん、緑川さんがこうドゥームって出てきた時にあこの人なんだっていうやたら食いついてた記憶があります、うん、そういうランキングで。